ここ建物の中だよな。なんでこの場所があるんだ。もう完全に、あ、来た。そうそうそう、迷い込んじゃったって。ここのことか。もしかしてリルカはここにいるんじゃねえか。あいつは電話で知らない場所で迷ったって言ってた。きっとまあどこかで生きてるはずだ。ん？エレベーターのついた先が異空間だったのですか。そうよ、デル。今思えばあの顔はリルカが殺した男だったのね。その霊が団地の夢を作り出したのよ。そういうことか。そしてその時よ、あなたたちが現れたのは。え？誰かいるぞ。あー、4年前の2人か。ほんま人相が悪いな、デル君。そして、オレギ・ホータロー。ホータローやん。あなたは、ここに迷い込んだのですか？なんだあんたら。私は、夢見みみこ。夢を専門とする占い師です。ほら、名刺をお渡しして。はい。以後、お見知りおきよ。ああ、お母さんの名刺か、これ。お母さんの名刺も出てくるんか、これ。おお、意外だなとこから。占い師がなんでこんなところに。この赤い空間は霊が作り出した夢。あなたは霊が作り出した空間に引きずり込まれてしまったのです。霊が作った夢、ここが夢だってのか。そうです。私たちは夢に引きずり込まれた人々を出口まで送り出しているのです。幸いここであなたを出会うことができました。私たちが出口まで送り届けて差し上げましょう。待てくれ、リルカが、知り合いがここまだここにいるかもしれねえんだ。早く探さないと。それこそが私たちの役目です。人は知りすぎてはいけない。あなたはこれ以上ここにいてはいけません。テル、この方を出口までお連れして差し上げなさい。はい、先生。先生って呼んでるの？お母さんのこと先生って呼んでるの？どうする、こいつら怪しいぞ。出れるのは嬉しいが、リルカは俺を頼って電話してきたんだ。さっきのエレベーターまで走って逃げよう。もう一度あの部屋に戻るんだ。あっ、おい、出る、追っかけて。はい。おい、俺たちのことを信じろって。悪い、探してる人がいるんだわ。じゃあな。待てて。こういう感じで出会ったんだよな、このミミコとテル君と。何だったんだあの二人。レイが突き出した夢って言ってたな。ここがそうなのか。でもリルカはこのどこかで俺を待ってるんだ。ここは1階か。さっきみたいに変な場所に繋がったらまずいからな。階段で行こう。え？リルカの声だ。リルカ？もしかして屋上にいるのか？行ってみよう。屋上？シザーガルを倒した目標だったな、ここ。リルカ！あ？リルカ？オーガ、来てくれたの。ああ、無事だったんだな。無事？ああ！オーガ、見たでしょ？私の部屋にあった死体を。ああ、なんでおめえの部屋にあんなのがあったのか知らねえけどよ。
でもお前が生きててよかったぜ。オーガ、私寂しかったの。オーガに声をかけられて一生懸命口説いてくれて嬉しかったけど、お金じゃ言葉じゃ私のここに開いた穴は埋めることはできなかったみたい。レルか、ここはレイが作った夢なんだってよ。でけえ顔の化け物もいるし、ここにいたら危ねえんだよ。だからさ、一緒に出ようぜ。ホローみたいな穴が開いてる、ブリーチのホローみたいな穴が開いてる胸に。ごめんね、オーガ。私、オーガとはもう逃げられないよ。夢、レイが作った夢、それが本当なら、私はもう。わーお、レイになってしまったのだから。レイ、レルカ、お前、わーお、お前もおったんやー、お前。このタイミングで出てくるんじゃないよ、お前。おい、うわー、来た。と、レイになってしまった。顔の霊を避けながらリルカに声をかけ、言葉を投げかけてください。で、どういう、どんな感じ？おはようとか、今日もいい出来だよねとか、そんな感じ。おーい、あ、呼びかけるのが勝手なんかな。もっと前に、私が狂ってしまう前にあなたに会いたかった。リルカが泣いている。何かかけられる言葉はねえのか、リルカ。助けてくれてなんだおい。助けてくれてなんだよ。一緒に帰ろうだろ。これはダメなの。私が殺した男が霊になって私を閉じ込めた。これは罰なの。へい、くそ、もう一回だ、リルカ。苦しいのか。苦しい、心が苦しいよ、オーガ。胸が張り裂けそうだよ。でももう私が助ける方法はないの。あいつは霊になっても変わってねえ。心はお御姫様のままなんだ。もう苦しませたくないぜ。でも、どうする、俺にだってできることなんて。どうす、あの二人。そうだ、あいつらなら何か方法を知ってるかもしれない。ま、待てろ、いるか。もう苦しまずに済む方法があるかもしれねえぜ。何があっても俺は味方だからな。ありがとう、オーガ。あなたに電話したのは本当の私を知ってほしかったから。あなただけには本当の私を。そして走ります、オーガさん。あ、こんなところにいたのか。さあ早く出るんだ。待てくれ、リルカがまだ屋上にいるんだよ。リルカ、まだ夢に引きずり込まれた人がいるのか。違う、もう霊に変わっちまった。でもよ、リルカは苦しんでだよ、助けてんだよ。それなら俺たちに任せろ。あんたは早く逃げるんだ。でもよ。安心しろ、こういうのは専門家に任せるんだ。どうして、どうしてこのタイミングに名刺をくれて名刺を背びれるんだ。なんでだ。なんでその選択肢が出てきた。おめえ、名刺、こんな時に、てかこの、あ、この時代の名刺あるんじゃ。アシスタント夢見てる。アシスタント分際で。ほら、これでいいか。やったー、なんじゃこれ、夢見てるの名刺。分かったから早く行け。
いるから頼んだぞ。けどこれ例と戦う方法なんかないのに。先生お願いします。その時後ろから川の霊の弾圧魔が聞こえたわ。そして私は全てを夢見ることテルに託して団地を後にした。レルカ、建物の中色が赤じゃなくなってる。夢、本当に夢だったのか。キラ先輩、キラビ、偉大だ。え、キラビだ。なんでここに。この間のことを謝ろうと思ってさ、店に行ったら龍河って人がここじゃねえかって教えてくれたんだ。龍河が。俺さ、男だの女だのって気したくねえって思ってたけど、オーガに姫って言われて切れちまったのは、結局俺が気にしてたのが原因だしさ。それに悪かったよ、シャンパンタワーまで怒らせといて帰っちまって。キラビタン、やっぱ悩んでたのか。俺も気がつかなくてごめんな。だからこれ一旦返すわ。また違う名刺作ってくれよ。オーケーだぜ。ああ、キラビタン、キラビタンだったか。名刺コンプリートした。これでどうなるんだろう、これボーナスって。キラビタン、仲直りできてよかったぜ。え、元気ねえじゃん。何かあったのか。その後ここで何かあったのかをキラちゃんに話したわ。リルカが死んだこと、夢ミミコに会ったこと。すぐにキラちゃんともう一度団地に行ったけど、スクはもう夢ではなくなっていた。レルカの部屋には立ち入り禁止テープが引かれていて、中に入ることはできなかったわ。この日起きた出来事は闇の中に消え、手元には夢見みことテルの名刺だけが残った。こんなことがあったけん、キラ先輩もあのシザーガールの事件の時になんか必死になっとったんかな。それからしばらくして、リルカから電話がかかってきた。リルカから電話かけれるんこれ。リルカ、夢から出られたのか。オーガ、あ、あいつはマジで助けてくれたんだな。今どこにいるんだ。すぐに会いに行くぜ。ごめん、オーガ、私もうオーガに会えないよ。な、何だよ、せっかく助かったじゃん。私、オーガに言えなかったことたくさんあるの。私から知ってきたことも、私の本当の気持ちも。それでもオーガと一緒にいた時だけは狂った自分を見ないでいられた。オーガがいつも前を向いていたから、私も前を向けたんだよ。ありがとう、オーガ。まるで自殺をする前の言葉みたいな。その後何度もリルカに電話してきて繋がることはなかった。あの日私に電話がかかってきた時、リルカはすでに自殺していた。ああ、やっぱり。そしてリルカの霊は死んだ後霊に夢に迷い込み、自分が死んだことも分からず私を頼って電話をしてきたのよ。あ、自殺してからなんじゃ電話かかってきたん。その後、私はホストを辞めたわ。え、あいつここ辞めたの。ああ、悪いね。なんで？どこ行ったんだ？さあ、電話も出ないんでね。やっぱり、リルカの死が原因で。リルカを知ってるのか？兄貴が短期間でもナンバーワンを取れたのはリルカの力だったしな。え？
ニュースになったから知ってるかもしれないけど、リルカはもともと資産家の両親の間で元で生まれたお嬢様だったそうだ。だけど両親が事故で死んで遺産をまるまる受け継いだんだってさ。親の死のショックから立ち直れない中、親戚連中からの厄介もあったそうだ。そこから逃げに逃げて新宿の団地にやってきたらしい。それで寂しさに耐えかねて兄貴と出会ったってのが真相らしいな。兄貴も君のことは気にしてたよ。え？俺がいなくなったら誰が飯を食わせてやるんだってさ。君のこと気に入ってたみたいだね。オーガが？あ、そうだ。俺もここ辞めるからさ。何かあったら新しい店の方に来なよ。店名はドリームスって言う。俺、あいつを探してくる。おい店の名前くれ、覚えといてくれよ。なあ、来てくれよ。リルカは両親の死のショックで狂っちまった。なら、オーガはそんなに割り切れるやつだったか。あいつは絶対バカだけど、リルカを笑顔にしたいって心底思ってたんじゃないのか。探してみよう。どこに行く？ホストクラブしかないじゃんこれ。どこに行くったってホストクラブしかないじゃんこれ。ホストクラブ、ホストクラブ。 AKB なぜ AKB お前らが出てきた。あの時の。ねえ、ちょっと。なーに？オーガがホスト辞めたみたいなんだけどさ、今どこにいるか知らない。オーガ辞めちゃったの？やっぱりなんか軽薄だったもんね。てか自分好きすぎでしょ、いかにもホストって感じ。どこにいたか知らねえか。知らない。お店やめちゃったんならもう会えないんじゃない。なんか冷めてんな、冷てえな。結局みんな上辺だけしか見てなかったのか。一緒に楽しい時間を過ごしても一度でもつまずいたら裏切られちまうのか。わあ、もしかしてここにいるのか。でももうここに来たって仕方ないだろう。マノリルクはもういないんだから。いた。あれ、キラビタン。聞いたぜ、あの店辞めたんだって。そうなんすよ。電話も出ないらしいじゃん。リルカから電話がかかってくるかもしれねえから。リルカが？だってリルカは何度ここに来てもあの赤い夢は現れない。昼も夜も何も変わらねえ。だけどあの夢に入れたらもう一度リルカに会えるかもしんないじゃん。まさか毎日ここに来るために店を辞めたのか。まあね。ユミミコが助けてくれたんじゃねえのか。名刺の電話番号には繋がらなかったよ。え？あの怪しい二人組もどこにいたのかわからねえ。あいつらにリルカのことを任せたのはやっぱり間違いだったのかもな。オーガ、腹減ったぜ。またおごってくれよ。キラビタン。ふっ、しょうがねえな。オッケー、飯食いに行っちゃう。ああ。わあ、今だったら、この雰囲気だったら、このウィッシュもなんか、悲しいウィッシュに見えてくるな。それからも、リルカから電話がかかってくることはなかった。何度も団地に行ったけど、二度と赤い夢に入ることはできなかった。
ゆめみみみこもテレビから消えて死んだと聞いたのはしばらくしてからだったわ。その頃にテルたちに何かが起きてたのね。そうだ、忘れてた。龍河が独立したのもこの頃だったわね。ついに俺の店が持てたぞ。兄貴は一流とはいえナンバーワンホストになった。俺がオーガを超えるにはこれしかなかった。今それが叶ったんだ。俺の店だ。ついにやったんだ。これが忙しくなるぜ。なんだ。龍河ちゃん。兄貴。俺の資金援助で会議をおめでとう。ありがとう。な、嫌な予感がする。そこで頼みがあるんだけど。な、なんだよ。こいつなんだけどさ、ホストとして働かせてやってくんない？お願いしまーす。ちなみに体は女なんで、男装させて働かせてやってちょうだい。お願いしまーす。出た。まあ、これまでの話聞いたらさ、その、おなしゃーすもさ、活気づいてきててさ、やったな、よかったなって思ってくる自分がおるわ。お願いしまーす。ちょ、待ってー。おい、りょうが。おめえに選択肢はねえぜ、この野郎。兄貴。誰か資金援助したんだ、この野郎。兄貴です。高かったぞ、この野郎。持つべき手は家族よね。こんな家族、嫌だ。よかったな、キラちゃん。ぴったりな働き口が見つかったぜ。ああ、ありがとうな。あ、兄貴さ。あ、兄貴もホストに復帰するんだろ。おいで、ここで俺と一緒にやっていこうぜ。ああ、無理、無理無理っす。俺、おかまになるから。おかま？あ、今回に限ってはその反応が一番合っとるわな。それそうなるわな。かくして、私は龍河の気持ちを踏みじ、龍河の気持ちを踏みにじって、おかまバーを開業したわ。これって龍河さんを脅したってことですか？やだね、違うわよ。でもそうにしか聞こえませんけどね。龍河の善意で雇ってもらったのよ。龍河さん優しかったな。龍河さんご愁傷様です。苦労人だな、あの人は。